下線風景氷炭島一周遊覧船は、新町川を守る会が運営する徳島県、徳島市の中心部にある、氷炭島を一周する観光遊覧船。氷炭島クルーズ、氷炭島巡りなどとも呼ばれている。四国八十八景と、串島市民遺産に選定。またこの氷炭島を巡るコースは、美しい日本の歩きたくなる道500線に選定されている。 氷炭島は面積約1.5平方キロメートルの中洲で吉野川の分流に囲まれており遊覧船はその河川を伝って島の外側を一周する新町川の中流部にかかる両国橋北詰め新町川水際公園から氷炭島を一周する無料の遊覧船が出ている無料の遊覧船は日本ではこの遊覧船だけである ルートは新町川水際公園を起点に新町川を上流部に向かい、三都合橋の地点でジョニ人川に入り、ジョニ人川を直進し、再び新町川に入り戻ってくる。新町橋、両国橋、佐向橋、勝時橋、三都合橋など、河川に架か,かる22本の橋を潜る。ありがとうございます。